皆様お疲れ様です。 OHK アナウンサーの岸下圭介です。最近汗ばむ陽気の日が増えてきましたよね。私は朝起きて温かいコーヒーを飲むのが好きなんですけれども、冷たいコーヒーに切り替えました。どうでもいいですよね。今日は私が担当します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今回お伝えする企画はこちらです。中塚アナの日常実況してみたをお送りします。今年度から私がスポーツをニュース番組とともに担当するようになった関係で、前回森アナウンサーの日常を実況してお伝えしたんですけれども、今回は中塚アナウンサーの日常を実況していきたいと思います。それでは VTR スタートです。まずは今年度のアナウンス室のメンバーを紹介してまいりましょう。上の段左から萩原渉、篠田義雄、岸下圭介、下の段左から藤本久美、森夏実、今川奈央、中塚美代です。こちらが夕方のニュースの出演メンバー。向かって左側が中塚アナ、天気コーナー美代のライブウェザーを担当しています。そして入社2年目を迎えた中塚アナは OHK の二刀流、夕方の情報番組にも出演するなど多忙を極めています。それでは参りましょう。中塚アナの日常を実況してみたスタートです。一面の鏡に向かって純白の透き通った肌を整えていく中塚アナウンサー。放送前はメイクルームにこもり、限られた時間の中で己の右手を使って作業をしていきます。スラッと高い鼻筋あたりを入念にメイクしていきます。鼻筋の右サイド、左サイドを入念に固めていきます。そこから頬、そして顎の部分、また鼻筋に戻った。少し鼻の周りが気になっているようです。気になった部分はとことん突き詰める、それが中塚アナウンサーのポリシーでもあります。リプレイです。まずは左サイド、1回、2回、3回、4回、5回とここは同じリズム。そしてサイドチェンジ、1回、2回、これがメイクの黄金比率といったところでしょうか。デスク作業に移ります。カメラは中塚アナウンサーを正面から捉えています。いつもの天真爛漫な姿とは一転、真剣な表情でパソコンの画面に向かいます。髪をかき分けた。資料に目を落とし、集中力を最大限に高めてタイピングを行う中で、一つ動きにアクセントを入れていきました。テレビの画面では見ることのできない実にスマートな動きです。もう一度見ていきます。右手でさっと優しく柔らかいワンタッチで髪をかき分けていきました。この日はランドセル商戦と天気予報の取材をこなす中塚アナウンサーです。冒頭ニュース番組と情報番組の二刀流とお伝えしましたが、ここでも二刀流です。取材した情報によりますと、朝バタバタしてしまって時間がないときはこのように髪の毛を束ねて番組出演の前にセットするということです。私は全く知りませんでした。続いてスタジオに移ります。踊り出した。両腕を2回上に突き上げて、一つ円を描いて両腕を腰とともに両サイドに振る。そして何かを手繰り寄せた。大学時代はダンスに打ち込んでいたという中塚アナウンサー。ブランクを感じさせないキレのある動きで輝きを放つ、まさに星のきらめきです。これは素晴らしい。おっと、ここは一つチャーミングな動きを入れていきました。まだまだダンスは続きます。フラダンスのような動き、カメラマンもテンションが上がってきたんでしょうか。カメラワークからその心情が伝わってきます。ここで補足情報なんですが、カメラを片手に撮影しているのは私、岸下でございます。このような規則性のない複雑なダンスを踊ることは苦手なんですけれども、躍動感のあるカメラワークでカメラに収めることは可能です。休憩時間の一コマでした。続いてナレーションを収録するんでしょうか。私の場合は座って収録するんですが、立って収録するのは OHK では珍しいケースです。少し様子を見てみましょう。歌い出した。しかも音楽なしのアカペラだ。一つも外さない音程、何より透き通った美しい歌声。 OHK の三刀流アナウンサー、そして OHK の歌姫誕生の瞬間です。ここまで中塚アナの日常を実況してみたをお送りしてまいりました。最後に中塚アナウンサーからコメントが届いています。中塚アナの日常を実況してみた、ご覧いただきありがとうございました。岸下さんに初密着していただいたんですけれど、
2年目になって結構任せていただくお仕事も増えてきて、いや、お仕事に追われないように一つ一つの仕事をこう楽しんでしっかり務められるように今頑張っている最中です。これからもぜひぜひ OHK ご覧くださいね。そして OHK ライブニュースのお天気もぜひご覧ください。ありがとうございました。バイバイ。中塚アナの日常実況してみたをお送りしてまいりました。いやちょっと疲れましたね。なかなか口が回らなかった部分もあるんですけれども、中塚アナの日常普段こう見られないような姿を、まあ、カメラに捉えることができたんじゃないでしょうか。ただ私もニュース番組とスポーツを担当している関係で、中塚アナウンサーの、まあ、ロケだったり、あとはニュースを読む場面だったり、そういったところをカメラに収めたかったんですけれども、収めることができず踊ってもらいました。それを実況させてもらいました。拙い実況で申し訳ございません。皆さんどうだったでしょうか。また他のアナウンサーの日常も実況していきたいと思います。さてここでお知らせです。私と森アナウンサー、そして中塚アナウンサーがお伝えしている OHK ライブニュースは毎週月曜から金曜午後6時9分から放送しています。ぜひご覧ください。今回は私岸下がお伝えしました。ありがとうございました。皆さんさようなら。